やっていきます。ソウルキャリバー実況、ソウルキャリバーの全キャラクターのノーコンティニュークリアを目指すこちらの企画シリーズ、アザラシです。四国アザラシです。今日はねストーンミナをね使っていきます。まあ一番可愛いんじゃないでしょうかね、個人的にそう思いますよ。ソウルキャリバー、まあ特にまあ無印の中では初代の中で一番可愛いんじゃないでしょうかね。そしてもう残りあと全キャラクリアの道のりの中で最後に出てくるもう女性キャラですね。苦戦してます。ソンミナでのクリア苦戦してます。昨日のね0時半ぐらいから撮り始めましたよ。うん、昨日ちょっと結構疲れて一日釣りしてて、潮風と太陽の下ってテトラ隊で穴釣りしてたんでね、足腰も疲れるしお日様と風でも疲れるしみたいな、そんな中まあ一本動画ね、ここのところまあ結構コンスタントに動画上げてたんで一本動画上げようと思って0時半ぐらいからね、お家に帰った0時半ぐらいから一本動画上げようと思ってソウルキャリバーの実況は基本的に動画は編集してないんです。無編集なんですね基本的には。まあ無編集っていうのはもうこれはポリシーとして、やっぱ編集入れちゃうとカットもできるし、戦闘と戦闘の合間のところをカットしてつなぎ合わせて、なんかこういかにもこうつないでないけどノーコンテンツしてるようにできちゃったりするから、それはやっぱこのノーコンというのにチャレンジする中では良くないなと思ってるから、だからまあ早ければ10分ぐらい15分ぐらいで動画の取り出しから10分で動画が作れて、まあ5分ぐらいでそのまま YouTube にアップロードしてってしたら、まあ15分ぐらいで上がるわけですよ。まあだから0時半ぐらいから取り出して、まあ早ければ1時ぐらいでもう終わって寝れるなみたいな気持ちで撮り始めて、気がついたらお日様登ってましたね。6時になってました。気がつけば6時、それまでこうインフェルノまでボス戦のインフェルノまで到達した回数2回という、最後の最後6時にインフェルノ戦まで行けたんで行って、で死にました。さすがにそれは精神的にガンってきたんで、もう動画上げまして、没動画としてチャンネルに上げました。心折れましたわ。あれはよくないね。ちょっと色気出したね。距離を保った戦い方できんかった今。なあ、下段。分かっても反応できんな、今のはな。で、6時まで動画撮り続けて。うん。で、もうさすがに疲れて寝て、朝起きて、納豆ご飯食べて、で、またドリームキャスト起動して、パソコンも起動して、今3時間経ってます。5時間半、このソンミナを夜に触り続けて、寝て、起きて、3時間、またソンミナ触ってます。触り放題。このまま行くと12時間パック。ソンミナ触り放題12時間パック。でも寝てから一応なんかこうやっぱこれじゃまずいな、終わらんなと思ったから、無策じゃダメだなと思って一応検索しましたよ、 Google で。ソンミナソウルキャリバー攻略とか、ソンミナソウルキャリバー使い方とか検索しまして、ソウルキャリバードリームキャストソンミナ検索もう日本語になってねみたいな感じで調べて、出てきませんでしたね、サイトがね。無策じゃねえか、結局無策です。なんも、まあ、なんもってわけじゃない。ソウルキャリバーの、ソンミナの、6での、ソウルキャリバー6での、こう、使い方みたいなサイトは出てきたんで、そうですね。イェイ。それに書いてあったことは、
キリク、棒を使うキリクが近中距離タイプの、まあ、オールラウンダーみたいなこと書いてあって、でソンミナは同じような文章書いてあって、何が違うのかなってちょっと目を凝らしてよく見たら、近距離タイプのオールラウンダーみたいなこと書いてあってあ、近じゃない、中距離タイプのね、近がなくなってたっつって、近距離戦えなくなってるんですよ、このキャラ、棒使いのキリクと比べて。確かに、まあ、6の話だけではあるけど、この初代の方でも技なくなってるんですよ、キリクよりも。いくつか例えば、あの波動拳コマンドで出すあの棒を立てるやつ、そこからの派生もあるキャンセル技のあれがなくなってる。だからこう、こういうやつ、こういうやつ、ちょっと待って、こうこう軸ずらし、これがキリクではその棒を立てるところから使えたのに、軸ずらしがソミナではあれ一発だけだから、まあもう軸ずらしての戦い方も非常に難しいし、じゃあその何がこのソミナにでキリクと変わってというか強くなった部分なのかなっていうの、まあ憶測だけど、6の方ではこの切っ先、歯の切っ先の部分の威力が上がっているらしい。6では N 部分の棒の木の部分は威力が下がってるんだけど、歯の部分の威力は上がってるらしい。まあそうかもしれんなと思うのは、この黄色く光ってる部分、光ってる部分の範囲狭いから、そこ威力上がってるのかなって。じゃあもう完全確定だよね。あのインはもうダメ、インファイトはもうダメってこと、威力も下がってるっていうことですわ。もう近寄られたら負け、つまりこのキャラね、近寄られたら負け。ソンミナかわいいけど、これ使うやつ魔女ですわ。近寄られたら負けで、じゃあこのリーチが長いのかって言われたら、リーチが長いのかって言われたら、例えばこのナイトメアのリーチはここからここまでですわな。このソウルエッジかな。これ目が追いますね。目動いてない、ほらすごポーズして目が動いてる、じゃなくてこの長さですよね。ソウミナのリーチってこの左手で添えてるここからこの切っ先までの長さなんです。本当はというか普段使いのリーチは、だから必死にこの斜め下の伸ばすやつを、斜め下やねや、この下段の伸ばすやつを使い続けてるんですけど、これでリーチ確保してるんで、このリーチが長いけど他の技は本当に短い。一生アウト取ったらちょっと普通に戦ってみるか。これしかね、よく見てくださいよ、実際のリーチ、普通に使ってるリーチは持ってるこの武器の手のところから刃先までの長さしかないから。嘘だ、あれだけのリーチしかないのに、あれだけのリーチしかないのに出が遅い、発生が遅いんじゃん。まずい、相手のペース。うわよし、ここ大事、ここ大事、よっしゃ、えい、これを当てる作業になっとる。別に決して威力の高い技でもないんじゃ、これが。これをチク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 するしかない。で、ソウルキャリバー6の攻略サイトに書いてありましたね。ソンミナは当てると、技を当てていく。中距離で技を当てて、相手のガード値を減らしていくと。なるほど。なるほどね。ガード値か。この初代にガード値なんていう概念はないんだよっていう、ね、何の参考にもならん。ガード値って何？ガードし放題ですわ。もうアンソンギョンはもう近寄らせないから、もうお兄ちゃん、この二人見てると何だろうか、ポンポコとピーナッツくんに見えてくる。完全に皆さん
お兄ちゃん、あの部屋に入んないで状態。このリーチという名の部屋に入ってこない。ピーナッツが入ってこない。頭おかしい。やばいよ。お兄ちゃん、ちょっと、距離詰めすぎだから。それは危険な距離。それは危険な距離。警察呼ばれる距離。ういっ。やっていいよ。ジェイサッパー。押せないね、やっぱりね。押せない。あ、トラッキング外れてる。トラッキング外れてるけど、気にしちゃダメだ。もうトラッキング外れてるっていうことを意識した時点でもう負ける。もう部屋に入れさせないから、お兄ちゃんは絶対に入ってこない。入ってこない。絶対入ってこない。この範囲に入ってこない。警察呼びます。入ってこないでください。ここの距離も絶対入ってこない。よっしゃ、ラスボス試合勝つぞ。勝って終わる。このもう全然切れてないトークのまま上げるから。なんならこれ無音の方がまだマシっていう感じでトーキングしてますね。もうソウルキャリバーの時期はもうね、ところどころ情緒不安定なんですよ。シリーズ通してみると頭おかしくなる。とにかくもうその時間かけてやってるやつはもう全部大体おかしいから、何回も同じ喋りをしてたりするから、もうね話す内容もおかしくなってる。違うこと話したくなってる。よいしょー、おい、ジェイクリート組みしやし。ここでもうセルマンテスとかの武器だったらもう終わってた、積んでた。でもまあ勝ったと思うな、勝ったと思うな、まだ勝ったと思うな、まだ勝ったと思うな。組みしやし、ジークフリート決めるぞ。うらーりゃー、なあ、色気出したりたい。よいしょい、色気出さない。よし、勝ったい。そういうゲームじゃねえから、これ。かろうじて最後の敵を倒したミーナ、力を使い果たし倒れようとしてしたその瞬間、国を救うのではなかったのか。あ、ファンこう。ミーナの頬がみるみる赤く染まる。抜け出そうにも力が出ない。帰郷したミーナをさらなる難敵が待つ。金家のドラ息子のプロポーズだ。オイラと結婚してくれよ。牛だって100頭連れてきてよ。はあ、また家出しちゃおうかしら。